数日後、俺はウグイス先輩に連絡をして二人で食事をすることにした。表向きは、先日部室に行くのに付き合ってもらったお礼ということにしてある。本当はあることを確認するためだ。お、先輩側の記憶ってことか。結局いたずらの犯人はわからなかったのかい？ええ、まあでも前に先輩が言ったように文芸部の誰かだと思います。それか当時のクラスメイトでしょう。まあそんなところだろうね。現実は小説よりもきなりとは言うけど、なかなかそういう機会には巡り合えないものだね。すいません、つまらないことに付き合わせてしまって。そんなことはないよ。部室に本を探しに行った時は本当にドキドキしたからね。楽しかったよ。学生時代に戻ったような気分だった。俺もです。学生時代といえば、夏休みに部活の後俺と2人で江ノ島に行ったのを覚えてますか？このリアクションでカナタだけが変わってないのか、その世界ごと変わってないのか気になるな。あ、わかるな。今夜ウグイス先輩呼んだのはそれを確認するためだった。過去の俺は先輩と江ノ島には行ってないと答えた。でも今の俺には先輩と江ノ島に行った記憶は残っている。もし過去の出来事が未来に影響を及ぼすのなら、この記憶は消えてしまっていてもおかしくはない。どうやらかなた君ここまで一応想像できるようになったんだ。江ノ島、果たして先輩の記憶は？もちろん覚えているよ。展望灯台に登って、それから恋人の丘に移動して二人で鐘を鳴らしたね。おお、なるほどね。どうやら先輩もちゃんと記憶に残っているらしい。ということはどういうことだ？過去の俺がいる世界と今の俺の世界はつながっていないのか？だから結局その形はどうであれ、先輩と江ノ島に行って鐘を鳴らすという事象はどうだろう。それが重要な事象なんかな。わからんけど、どうだろう。それがもしも重要な事象だったら、あの日の放課後には行けなかったけど別の日に江ノ島に行ったっていう話にはなるんかな。収束するんかな、そこで因果は。どうして急にそんなことを聞いたんだい？あ、いや、ちょっと気になったことがありまして。ここ先輩に対して素直に話せやいいのにな。でもカナタはダメだな。自分が賢いと思っとるからな。ダメだな。自分で解決しよう。まあ、先輩に迷惑をかける云々っていうよりもやっぱ自分で解決したい多分欲の方が強いと思うから。もしかして新しい小説の話かな？え、ああ、まあそんなところです。ようやく新作を書くつもりになったんだね。先輩は嬉しそうな表情を浮かべた。そうなってくると一番最初のオープニングのあの映像は未来なのか過去なのか気になってきたな。また江ノ島が舞台になるのかな？まあ地元を舞台にした方が書きやすいかなと。とりあえず今は話を合わせるしかない。ジャンルはノンフィクションかい、それともミステリーかな？SF ですかね。タイムリープとか。おお、タイムリープものか。詳しく話してもらってもいいかな？まだ構想段階ですけど。もちろん話せる範囲で構わないよ。現在と過去がつながってて、未来の自分から情報を手に入れた主人公が行動を変えることでその影響が未来にも出て、とりあえず思いつくままに話してみた。思いつくままといっても今まさに自分が置かれている状況そのものだが、
先輩は目を輝かせながら俺の話に耳を傾けてくれている。なんだか申し訳ない気持ちになってきた。まあこんな感じです。なるほど、面白そうだね。そうですか。ちょっとありきたりな話かなとも思うんですけど。確かに SF としてはそれなりに使われてきたネタだ。でもそこをいかに新鮮に見せるかが作者の腕の見せどころだよ。この話には2つの展開があるね。1つ目は過去の行動により未来の結果が変わってしまう展開。2つ目は過去の行動を変えても同じ未来に収束するという展開。いいね、先輩やっぱ頭いいな。歴史の強制力ですね。そういうフレーズだけは知ったんやんな。少し過去が変わったところで歴史の強制力が働いて辻褄を合わせてしまい、結果同じ未来に収まるということさ。どちらかといえば私はそっちの方が好みかな。うん、因果応報というかそういう世界観を感じ取れるからね。変化してしまった過去をどのように辻褄を合わせて同じ未来に持っていくか、その処理で作者の腕が問われるね。歴史の強制力が変わってしまった過去の辻褄を合わせ結局同じ未来に収束する。それってまさに今の俺の状況だ。先日のライムのやり取りで過去の俺はウグイス先輩と一緒に江ノ島に行ってないことが分かった。にもかかわらず今の俺にもウグイス先輩にも一緒に江ノ島に行った記憶が残っている。これはつまりどこかで歴史の強制力が働いて過去の俺はどこかでウグイス先輩と江ノ島に行くことになる、そういうところか。そういうことか。やっとかよ。いいな、やっぱ先輩に協力を仰いだ方がいいな。あなた一人じゃダメだわ。話が進まん、マジで。すみません。腕が問われると言われて、プレッシャーを感じちゃって。私の方こそすまない、つい熱くなってしまったみたいだ。最近こういう話ができなくてね。久しぶりに君と話せて思わず興奮してしまった。ああいいえ、参考になります。とても。小説が完成したらまた読ませてくれるかな。はい。いや、いつになるか分かりませんけど。うん、楽しみにしているよ。